合気道使うようになったんだけど。俺の二血、俺と二血できると思ってんのか。先客がいるからね、ここに。俺のバイクは世界で一つだけ。こいつが後ろに座ってる。お前の乗る場所なんかねえんだ。しっかり捕まってろ。お前の乗る場所はない。ねえ、なんて呼べばいい？俺はディーコンって言うんだ。やべえ、なんか俺の農協牛乳が、俺の農協牛乳潰されてる。おしゃべりは苦手か？パパは石が好きで、サンダーエッグを探してよくここに来たの。サンダーエッグ？それは。やべ、おむつしてるみたいになってる。リサのところへ戻る。おかしいよね、今の。だってそうだよね、俺のところについてくるはずなのに。さっきついてこなかったもんね。普通リサはついてくるんですけど。お前は隠れてろ。隠れてろって言うから、この子隠れるシステム採用されてるんですけど。さっきダメも言わなかったもんね。おい、近づくんじゃねえ。ちょっと動きが一瞬早いっていうね。逃げるんだ。さあ。おい。嘘だ。なんだろう、石を当てるとそうなんのかな。ああ、石を当てるとリサのところへ戻るが、しから進行しなくなるんだ。さっき病気の人たちって進行したと思うんですけど、石を当てることによりこう進行しなくなると。なぜか知らないけど。で、ミッションが進行しなくなるとリサがなんか強くなるの。これ俺についてこなくなるっていうね。逃げるんだ。戦おうとしてるからね。リサ、殴りとかあれば面白いけど、殴りないからな、このゲーム。武器持ってるや攻撃しそうな勢いだよね。隠れもすんのか、しかし。リサ、逃げるんだ。くそ、おい、近づくんじゃねえ。俺、ご神術じゃん。俺、背後取られてるよ、背後。背後取られてる。お、すごいすごいすごい、背後取ってる。背後成長してる。合気道でしょ、合気道。すごくね、合気道使うようになったんだけど。なにこれ、なにこれ、なにこれ、どういうこと。どっちがすごいの。なんだこれ。いや、背後取られちゃってんだけど。背後取られ始めましたね。なに、君たち仲良しなのかい。なんでついていくの。これいい勝負ですね。両者一本も譲らず。なぜかディーコンもファイティングポーズ取ってるっていう。審判だからね。よっしゃ、一本も譲らないで戦い。はい。はい。いい勝負ですね、これ。あれ攻撃できない感じ。あ。おい、近づくんじゃねえ。あ、解除されちゃった。え？もうネタみたいな、
ネタみたいな格好して死んどるやん。こんなん笑わないわけにいかないでしょ。こんなんいたら笑うだろ、誰だって。てれれれじゃん、これなんかの落ちでしょ、これ。てれれれって。何を探してんだ。何してんのこの人。やだ。誰、どうしたのこの人。敵が来た。はあ、どこ敵。いつかは止まるでしょう。誰。